え、何これ。見上げてごらん夜空の星を。なんか勝手に始まりました。強制イベント何ですかこれは。数日に一度流星が雨のように降り注ぐ夜に失われたものや倒した敵が復活します。スターピースを拾うとスロットができます。絵柄を揃えて大量の紫コニンを手に入れましょう。もう何言ってるかわからない。え、何これ、どういうこと。はい、どうもマグマグマグロンと申します。どこでしょう、ここは。なんかもうなんか手に入れました。はい、ハートゲットでございます。ん、ソニックの頭に引っかかっております。おや、別にこの上に何かがあるわけではなさそう。あら、ソニックのドアップ。はい、どうもマグマグマグロンと申します。もう言ったっけ。これいくか。 M6 じゃないね。そうそう、前回やっぱり順番に回らないのが気持ち悪いって言って一個ずつ回ろうっていう風に言ったんだった。そこで思い出しました。俺なんでここにいるんだろう。あ、そうそう、これが終わったところだよね。で、なんか何かどうかしてこっち来ちゃったんだよ。で、急にすっ飛ばされちゃったんだよ。そうだそうだ、これが M4 かな。で、M5 までやったんだっけ。なので今回からはちょっとこのギミックをね、やらないっていうのがね、マグはね、嫌なんですね。なので、一個ずつ回りたいと思います。M5 までやったっけ?ここら辺に M5 があるはずです。M5 はどうでしょうか?そう、急にね、M8 に飛んだんだよね、前回ね。これが M、あ、でもクリアしてるじゃん。M5 はクリアしてるみたいです。じゃあ M6 で合ってた。そうか。じゃあ、直前で俺が待っててあげたんだね。何をしているんでしょうか。M6。で、これが M6? あ、こっちか。これが M6 だったんだね。そうだね、これが M6 ですよ。ほら、何をやってるんですか。で、その下にもなんかあるけれども、これをなんかすればいいの。なんかすればいいみたいです。え、遠くね、これ。なんかプンプン言うてる、プンプン言うてる。なんか変なの乗っちゃった俺。え、どこだっけ。どこ、これか。ああ、よかった。はい、はい、というわけで M6 クリア。ほら、これをいろいろやることによって初めてあのギミックが解除されるんですってね。本当にもう帰ろう。これ先に進んじゃうからよくないね、これね。帰ろう帰ろう。じゃあちょっとこうやって倒すわ。なるほど、こうやってやっていくゲームのようです。一旦カット。雨降ってきちゃった。わー、これ帰る方向だね。M7 に行きたいと思います。おそらくあっちにあるんじゃないだろうかというところでございます。こういうのも何、全部やった方がいいの。崩しちゃったけど関係ないみたーい。
なんかあるね。だからこういうギミックをやっちゃうと急に進んじゃうんだよね。だからあんまやりたくないね。え、何これ3つもあるけど何これ、やりたくないよね。やっちゃった。でもやってよかったね。ハートゲット。これだけだったんだ。やんなーい。M7 をやりたいんですね。あ、なんか俺スキルポイントが溜まってたみたい。ちょっとこれを一回なんとかしますか。あ、俺そういえばこれエアトリックなんて全然やってなくない？敵の頭上から急降下する踏みつけ攻撃、もしくはソニックブーム。ソニックブームでいっか。空中で L2。 え、そんなに出るの？コンボ中に。どういうこと？はい、ソニックブームを覚えました。え、もうこれで近づかなくていいじゃん。最初から覚えればよかったのかな。なんかそこにまだなんかある。あ、なんか紫っぽいもあるじゃん。結構意外と見つけにくいね、こういうアイテム。普通にやり過ごしちゃってるケースもありそう。おお、なんか今いた。よいしょ。おや？よいしょ。はい、これでまた。てか、エミーに出会わんのだが。あれ？これもきっとあるでしょうよ。あれ？ここにもいた。残り1個。ん？なんだこれは。なんか勝手にやってしまいました、私。これは何でしょうか。あ、これ1の4か。あー、やろっか。あ、そっかそっか、こんな形だったわ。よし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 、じゃあ今日の後半戦はそれを楽しもう。わー楽しい、わー楽しい、よいしょ、違った、わーい楽しい。あー、でも合格。何か分かんないけど合格。ガビー。え、じゃあもうこれ、こういうこと？こいつがビリビリしてんの全く関係ないじゃん。だほら、もう余裕やん、余裕やん。楽しい。でさっきから何回も言うけど、俺は探してるのはね、あの M7 を探してるの。どこ M7 って、あれなんだっけ。あったー、 M7 発見。これを今ね、探してたんですね。なんかいっぱいジャンプ台があるな。と、あ、こんな簡単に。なんか見つかったー。なにこれ、スカッド、スクイッド。どうやって倒すの。無理か。これ乗るの、もしか。これ勝手に離れてっちゃったけど、ほっといていい。ああ、別に戦わなくてもいいのか。なんか俺がジャンプしたから相手の策的に入っちゃったのね。
なんかいっぱいいっぱいいる。ココがいっぱいいる。気づかなかった。あれなんかいっぱいいる？どうしたらいいの？これ通ればいいの？違うみたい。乗る。おお、びっくりした。え？走ればいいの？いやー、確かにハリネズミだけど、ハムスターみたいな扱いしないで、ソニックのこと。あ、こうやってクリアするとヒントもらえてたんだね。俺全然知らなかったわ。今ここら辺が開いたね。こういうのは。じゃあここに行きますか。あ、使い方全然分かってなかったわ。これかな。ちょっと重なっちゃってるあれ。こんな森の中に何が。あ、なんかあるんすね。ジャンプしろよって感じか。こういうことか。あー、こうやってあれだ、ハートの場所教えてくれ、教えてくれてたんですね。上からってすっごい分かりづら。これで取れた取れた、ハート。なるほどね。あと何開いた？これが開いたっけ。で今度これ行くか。あそこの下になんかあるみたいです。いや、これ多分これ繋がってるで、これ。いや、これ繋がってるで、これ。あれ、俺これさっきやったやつかな。これは何？あ、これさっきやったな。あ、じゃあ、今、やろうとしてる、これも、そういうことか。これさっきやったやつか。やってなかったでーす。嘘つきました。いや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 、嘘ばっかりつくもんな。またハートがいっぱいです。エミーに話しかけたいんですが、エミーがどこにいるか分かりません。じゃあ今開いたのってあと何開いた。あ、ハート消えるの、クリアすると。あ、じゃあこれ全部クリアしないといけないやつ。ねえ、ちょっとさ、やっぱりさ、ソニックもいつの頃からか妖芸っぽくなっちゃってさ、説明一切くれなくなっちゃったのね。もう嫌だな、そういうゲーム。あれ M8 だった。ここら辺になんかあるみたいですけど、この色が違う植物が怪しい、こういうことですか。違うみたいです。ここら辺にあるって今出たけど、ギューン、これだよね。上でした。上に何かあります。さあ、どうやって行くんでしょうか。これが怪しい、これが怪しいな。違うな、あっちだな。あ、怪しいのはこれが怪しいな。これが怪しい。いや、見えない見えない。あっちが怪しいな。あっちまで行くか。どうやって行くの。まだ繋がってる。これが怪しいですね。これですか。じゃあそのようです。逆引き検索。戻らされました。そういうことですね。戻らされました。いやー、楽しい。ほいほいはい、こういうことですか。うわー、これは面白いな、ソニック。やっとソニックの
本来の楽しみ方が分かりました。そういうことだったんだ。じゃあこれ全部やんなきゃいけないんだ。ほら、いや、いろんなとこにあるわ。ほら、ここにもあるわ。ほら、そういえばここのエミーってなに戻ればいいのかな。エミーに話しかけるってあるけど、え、1の4やりたかったけどどうしようかな。やっと理解が深まりました。なるほど。じゃあちょっとハートをしこたま集めに行きますか。じゃあ次これね。あと偶然知らないで取っちゃってるんだな。じゃあ、なるほどなるほど。ここも返しに行くか。スピード、レベル4になった。いやいや、そう、ちょっとね、やっぱね、説明が欲しいね。説明書を読めばいいのかな。説明書もあんまり何も書いてないんだよな。これか。ここから逆引き検査。でも周りに何もねえけど、怪しいのはそこらへんか。これが怪しいか、これ怪しいか。危なっ。あれが怪しいか。届かないね。こっち行かない。ちょっとムシムシ。 M 級があった。 M 級がこれか。落ちてった。助けてー。ノね、あれはダメですか？届かないですか？あれはどうやったら届くかな？もうちょっと高いところある？ありそうだな。じゃあ M 級からやるか。ちょっと一旦カット。いやー難しいね、いろいろ。俺今何やってるかが分かんないもんな。じゃあちょっとこの M009 クリアしちゃおうか。こっちを先にクリアしちゃおうか。これどうやってクリアするんだ。なんかトリックが出ました。トリックが。ギューン。そういうこと。なんやねんそれ。トト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 。こういうこと？あれ？もう一回ちょっとハートでももらえるかなと思ってやったら、まさかの登るっていうのが出てきましたが、こういうことか。これもかな。これ消せばよかったのか。あー、これはわからんな。わ、だいぶ開いた。で、ここに乗っかりたかったのはあいつにアタックしたいから。とうとう、
結局落っこちてったんだけど。どうやってあれにぶつかるんだろう。何これ、見上げてごらん夜空の星を。なんか勝手に始まりました。強制イベント、何ですかこれは。数日に一度、流星が雨のように降り注ぐ夜に失われたものや倒した敵が復活します。スターピースを拾うとスロットができます。絵柄を揃えて大量の紫コニンを手に入れましょう。もう何言ってるかわからない。何これ、どういうこと。勝手にスロットが始まりました。わ、なんか綺麗。何これ拾えばいいの。なんかナイツみたい。拾う拾う、どんどん拾う。でもめっちゃ怒ってるけど。そして綺麗。これいつまで開いてんの。それ分からないからとりあえず拾うよ。え、ここどこ。それ行って、あ、なんか俺アスラと戦ってる。みんな戦ってる場合じゃない。とりあえず適当にどんどん拾おう。拾ってる間に俺なんかすごいところ進んでない。大丈夫。でスロット全然揃わねえけど。お、バーバーバー、ダメー。なんなん。俺は今何のゲームをしてるのこれ。何個まで手に入るの。50個手に入った。ああ、着なくなっちゃった。50個が最高記録。終わった。なんなん。結局何だったかは分からずってことでよろしい。帰るよ。元いた場所に帰るよ。俺あれか。これか。やっとわかった、ここだったのか。なんか俺変なことやってた。よいしょよいしょよいしょ。
俺逆側から攻めてたんだね。あ、これでこうなるのか。やっとクリアしました。いやいやいや、これ謎解き結構厳しい。こっちにもあるね。はい、というわけで今回はここで終わりましょうかね。あそこのハートを取るためだけに俺こっから何度身投げしたことか。それは全部カットされてると思います。30分ぐらい格闘してた。いやー本当だからこれソニック時間かかりすぎるわ。あれやるの忘れた。そうだ、1の4後でやろうって言ってやるの忘れた。というわけでじゃあ次回は1の4必ずやります。そしてあいつ戦うのやめちゃった、逃げちった、ごめんね。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。完全に忘れてたわ、こっから 何度身投げしたことか。ここから行けるって思っちゃったんだよね。違ったんだね。